ちょうどのお前。
加瀬投手、今日先発です、はい、まずどこを意識して投球したいですか？まあ、一発目なんで、まあ、とりあえず自分の今の現状しっかり出し切るように頑張っていきたいと思います。今年投手カップキャプテン、はい、選ばれました、はい、今年の投手陣の作り方も含めて、はい、自分自身意識してる場所、はい、ポイント含めて教えてもらっていいですか？去年あのピッチャー陣結構崩れる場面とか、まあ、ピッチャー陣の、まあ、せいというかピッチャー陣が多く失点して負けたところとかあるんで、まあ、今日は今年はピッチャー総合力で、富山に勝っていきたいと思うんで、一人一人が、最大限力を発揮できるように練習から意識づけて、まあ、僕が先頭を突っ走っていきたいと思います。はい、今日先発頑張ってください。はい、ありがとうございます。とりあえず、負けてても勝ってても元気だけ最後まで、みんな元気よくシーンってなる場面が一個もないように、それだけお願いします。お疲れ様でした。そうです。大勢選手2打点、吉田選手1打点の活躍、どのようにして打席に立ちましたか、大勢選手？初球から振っていきたいと思いました。はい、吉田選手、はい、大勢選手に負けないように思いっきりいきましたね、はい、まあチームの4番と6番ということで、まあ、あの主力になってくると思うんで、今後の活躍をファンの皆さんにあの一言お願いします。もっともっと打ってホームラン打ちます。吉田選手お願いします。すぐ4番と6番ちょっと変わると思うんですけど4番で頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ球場まで足を運んでください。
チャンネル登録よろしくお願いします。